NBA シーズンリバウンドは NBA において、レギュラーシーズンを通して1試合の平均リバウンド数が最も多い選手に贈られるタイトル賞である。1950から51シーズンに設定された。1973から74シーズン以前は、オフェンスリバウンド、ディフェンスリバウンド別の記録はなかった。現在の受賞条件として、 レギュラーシーズンの八十二試合のうち最低でも七十試合以上に出場するか、レギュラーシーズン中の総リバウンドが最低でも八百以上を記録するかのどちらかを満たさなければ受賞対象者にはならない。ウィルト・チェンバレンは史上最多の十一度の受賞を誇るウィルト・チェンバレンが NBA 記録のシーズン通算二千百四十九リバウンドを九百六十から六十一シーズンに 達成している。弱霊記録は、ドワイト・ハワードの22歳130日。最高霊記録は、デニス・ロットマンの36歳341日である。タイトル獲得回数は、チェンバレンの11回が最高で、連続記録は、ロットマンの7年連続である。モーゼス・マローンが6回、ドワイト・ハワードが5回、ビル・ラッセル、ケビン・ガーネット、アンドレ・ドラモンドが4回、エルビン・ヘイズ、 アキーム、オラジュアン、リケンベムトンボ、ベン・ウォレス、ディアンドレ・ジョーダンが2回タイトルを獲得している。シーズン平均20リバウンド以上の記録は1968から69、シーズンのチェンバレンを最後に出ていない。身長2メートル未満での受賞者は、メル・ハッチンス、ハリー・ギャラティン、チャールズ・バークレイの3人である。MVP とリバウンド王を同時受賞した選手は、 ボブ・ペティット、ビル・ラッセル、ミルト、チェンバレン、モーゼス・マローン、ケビン・ガーネットの5人である。ビル・ラッセル、エルビン・ヘイズ、モーゼス・マローン、デニス・ロットマンは、史上最長となる7年連続受賞を、記録ケビン・ガーネット、ドワイト・ハワード・アイドレ・ドラモンド、BASKETBALL-REFERENCE.com。ありがとうございます。